こんにちは、こんにちは、どうぞです。今回のスーパーストライクはね、こうどこかぶるでしょうか。知ってますか。京都ですね。京都、大阪、兵庫の県境にある通天湖にやってきました。ここはね、僕のホームレイクと言うていいんじゃないでしょうか。いいと思います。紹介遅れましたけども、マネージャーの矢野さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はどういった感じでしょうか。今日はね、先週のちょっと強い雨で濁りが入って、うん、そのままだらだらと抜けきらないままで、ちょっと笹濁り、いや、昨日もねあかんぐらいの雨降ったんですけども、ね、一般に強い雨降ったんですけど、まあ昨日の濁りというのはそんなに入ってない感じなんで、まあ、状況的に大きくは変わってないんでいいのかなと思ってるんですが、通天湖というとね、はい、まあまあ管理強い場合からね、ニジマスとか、そうですね、スズルというとおかしいんだけど、トラウト系多いんですけど、はい、まあまあ船で出れて、はい、なおかつ伊藤が狙えると、はい、まあまあ僕の好きなビッグフィッシュがおるレイクなんですけども、今日ほらね、ここでメインタックにしようと思ってます。なぜならば伊藤を狙うからなんですけども。ありがとうございます。まあまあ、今日は伊藤だけではなくね、はい、通天湖の魅力をね皆さんに見せれたらいいかなと思ってやと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よいしょ、じゃあ行ってみます。とりあえず伊藤を狙ってみますわ。はい、細かいな。いらっしゃい。行ってきます。よっしゃ。あー、濁ってるな。ちょっとね、濁りが強いんで派手な、今黄色のね、これフラプラプラプラ、これはあまり潜れへんミノなんで、とりあえず上の方寝たら水面ね、こうやってトップウォーターミノイング的にちょっと誘ってみます。なんでも浅すぎるのかな。よっしゃ。これまたカメラと僕の船のボート位置関係最高なんじゃん。今度はもう撮りますからね。もう間がいな。ジャガーですね。まあ一応言うとくと、今ジャガートラウトと伊藤を狙ってます。おー、あかんあかんあかん、網逆やった。よいしょ。おーおーおー、危ない。よっしゃー、らーよかった、釣れました。背中ね、ジャガー的な綺麗な模様ですよね。わかります。これね、ファイト中にこのジャガー今ね、キャッチした魚が吐き出したワカサギです。これを食べてるんですよ。これが産卵、もうお腹ぺったんこやんか、産卵を終えたワカサギ、これを常食してる状態の、これまたこいつは他のトラウトが食うんでご飯としてあげます。これね、まあリリースなんですけども、もういきなりね、ジャガー非常に強い魚、氷河期以前にから
岩名系なんで氷河期以前から地球上に存在している、とても勝ち残った強い魚なんですけども、まあ強い魚やからって疲れてる時にバーンって水に戻しちゃったら、まあまあ心臓発作とかね、人間も起こすし、まあ体力を使い切った状態でリリースになるんで、こうやってね魚が自分で泳ぎ出すまで待ってあって、でこうやって勝手に出ていきようでしょ。この状態でリリースしちゃったらまた連れてくれるぐらい元気で頑張ってくれると思います。バレた。今のジャガーですね。よっしゃよっしゃ、止めとって食った。よし、あー、なんやこれは。あー、ジャガーやね、でかいわ。でもおー、船引っ張る、船引っ張る。ふぅふぅふぅ、素晴らしい。よしよしよし、一瞬ドキドキしましたけど、ジャガーですね。あ、でも活性低いね、やっぱりケツ張りに近くがね。普段絶対ね、腹の張りに食ってくるんですけど、さっき釣れたのもこれもケツ張りやね。今のも当たりちょんってもうほんまに絡んで続いたよなって。うわーっしょー、でかいわ。イエスやったりました。でかいわこれ。アメマスで、アメマス、まるでまんまる、まんまるに太っとるねこれ。背中がかっこいいでしょこれね。